後半はまず軽音楽部門です。江南高校軽音楽部の皆さん、お願いします。
ネオジウム磁石とは世界で一番強力な磁石です。球体にするとこのような磁極になります。2015年先輩たちの発表の中で待機しているネオジウム磁石にネオジウム磁石球を入射させると静止することがあり、その時は必ず N 極と S 極が向かい合わせになって静止していました。また待機磁石を遠ざけると再び動き出すという内容でした。ちなみにこの現象は紹介だけにとどまり、現象解明には至っていません。そこで今回私たちは、なぜネオジウム磁石球は N 極と S 極が向かい合わせになって静止しているのかという現象解明を研究目的としました。右上の写真に着目してください。研究していくうちに入射球は若干傾きながら静止していることが分かりました。磁石球の傾きが作り出す角度を回転角ファイとすると、待機磁石との距離が離れるにつれて回転角ファイは大きくなっていることが分かりました。一番右端の磁石球に着目してください。ここのところでは回転角がほぼ90度になっていました。この状態の時に働く力は重力の分力、磁力、摩擦力でそれぞれこのようになります。静止していることから、右向きの力の茶色のゾーンと左向きの力の紫のゾーンが釣り合っていると言えます。ここでモーメントについても考えてみると、時計回りのモーメントは紫の式で表すことができます。次に反時計回りのモーメントは摩擦力を F とすると茶色の式で表すことができます。静止していることからこれらの力は釣り合っていると言えます。つまり磁石の磁極が向かい合わせで静止するのは、一つ目に力の釣り合い、二つ目にモーメントの釣り合い、丸一、丸二の条件を満たす位置で静止しているのではないかということです。先ほどの考えをもとに N 極と S 極が向かい合わせになって静止している現象について考えてみます。入射球に働く力はこのようになり、静止していることから力の釣り合いの式が成り立ちます。ただ磁力は N 極と S 極の間に働く磁力の差であると考えると、このように描くこともできます。次にモーメントについて考えてみると、先ほどの2つの磁力は時計回りのモーメント、摩擦力は反時計回りのモーメントとなります。静止していることからこれらのモーメントは釣り合っており、モーメントの釣り合いの式が成り立ちます。待機磁石を遠ざけると磁力がなくなることで力とモーメントの釣り合いが崩れ、入射球は反時計回りに回転しながら前方へ移動し始めると考えられます。今回なぜネオジウム磁石球は N 極と S 極が向かい合わせになって静止しているのかという現象解明を研究目的としました。向かい合わせになって静止する理由は、静止時磁石球が傾くことで磁力がモーメントとして作用し、力とモーメントともに釣り合ううちで静止しているからだということが分かりました。こちらが参考文献になります。ご清聴ありがとうございました。普段の活動内容や研究の内容について何か質問はございませんか？今までで印象に残った実験は何でしょうか？印象に残っているのは、今まだ実験途中なんですけど、今している実験はこの磁力を数値化してこの式が合っているのかという検証実験を行っているのですが、この実験が難しくて苦労しているので頑張っていきたいです。ありがとうございました。他にありませんか？今お一人で発表されていたんですけども、普段は何人くらいで実験などをされているのか教えてほしいです。今紹介した実験内容では2人で実験を行っていて、今先ほどの磁力を計算するという実験では現在は4人で行っております。ありがとうございます。
総高校自然科学部の皆さん、ありがとうございました。頑張る姿は見ていて気持ちがいいね。これが
もっともっと大きいスケールの全国大会としてここ鹿児島に来るって思ったら、なんだか待ちきれない。楽しみだね。私最初総文化祭って何なのかよく分からなかったけど、今じゃもうすっかりファンになっちゃいました。私も。皆さんが生徒実行総文祭のファンになってくれて、生徒実行委員会も嬉しいです。